韓国政府が妨害した海洋調査を完了、海上保安庁。本日、海上保安庁の長官が記者会見にて、長崎県の男女群島の周辺の日本の排他的経済水域 EZ で実施していた海洋調査がすべて完了したと明らかにいたしました。まあ、こちら、韓国政府が8月15日から 19日にかけ、何度も海洋調査を実施している海上保安庁の測量船、平洋に対し、調査を中止するよう要求し、妨害しておりましたが、海上保安庁の長官は、我が国の海洋権益を確保するため、関係機関と緊密に連携し、必要な海洋調査を計画的に実施していくと表明いたしました。 こういった韓国側の動きは日本に対する侵略行為であり、また日韓大陸棚協定も無視するものでございますので、日本政府には今後も韓国政府に対し徹底的に対抗していただき、このような韓国側の侵略行為について、韓国側がいわゆる徴用工の問題で日本企業の資産を売却した場合に、 合わして制裁を実施していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。